山田バサラ,サラバンでり誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。えー、今日は世間では建国記念日ですかね。ということは皆さんお休みの方が多いかと思いますがね。まあなんかどんな感じで僕のね、この動画見てるんだろうか。ね。皆さんまたキラキラ笑ってくれたらいいなと思って今日話題取り上げますけれどもね。今日ね、僕があのー、ユンタクしたいのはですね。まあタイトルがですね。和桶ケさんが 最近、凄みを増してきたというタイトルなんですけれどもね。あの、ワーケーサオさん。 まあこの僕の動画でもね、たびたび登場したりとか、僕も話題にあげますけれども、<laughs> FM 儀アンさんで、毎週土曜日のお昼の14時から15時の番組ですね、うんねーらわかってヌーナイガというのを担当されている方で、自称オタク、自称サブカル専門家って、ね、自称沖縄サブカルチャー専門家というふうにご自身おっしゃってますけれどもね、とにかく漫画が好きで、えーね、本当にあのよく語ってたりするんですけれども、その中でね、 僕らのような、僕のようなですね、インディーズのミュージシャンがとっても大好きで、この間ね、あのー、僕のライブのリハーサルの時、大交流会の1月のリハーサルの時にね、出演者と話をした時にね、和契さんがすごいと。何がすごいかってね、どのライブの時もですね、和契さんが見に来てるということをおっしゃってまして、僕のライブもですね、まあ、例えばですけれども、年間100本ライブをしたら、 例えばですよ、100本ライブをしたら、90本ぐらい僕のライブを見に来るような方なんですよね。すごいでしょそれに合わせて他の出演者のライブも、そのぐらいの確率で見に来てるっていうことはですね、おそらく、もう本当に、まあ年間にすると、もう150から200本ぐらいライブ見てるんじゃないかなと思うんですよ。で、あの、和ウさんという方はですね、あの、まあ、えー、なんかこう、昔はオタッキーさんというふうにね、呼ばれていたみたいで、 あのー、オタクって言うとさ、まあ、今は、とっても、なんていうのかな、こう、ちょっとキャッチーでしょなんか、例えば、うん、こう、言い方したり、どうか,か AKB とかさ、そういう、なんか、女の子を追いかけたりとか、ね、漫画がお好きとか、そういうオタクって、今は結構普通じゃないですか。だけども、僕の世代とか、僕らより歌の上の世代っていうのはですね、オタクって言うと、ちょっと、暗いイメージがあったんですよ。なんか、ちょっと、陰にこもって、なんか、こう、 部屋でずっとこうなんかこう漫画を読んでるネクラな人みたいな。だから、和オさんはですね、あの、まあ、その、オタッキーさんって昔呼ばれてたみたいなんですけども、おそらくそういう時代があったと思うんですよ。それがですね、今逆転して、まあ、こういう人がかっこいいみたいな時代になったでしょで、あの僕ね、和オさんと出会った時にまず思ったのはですね、 ワーケさんはですね、もうもう当時も本も出されてたんですよね。なんだこりゃ沖縄っていう本も出されてるぐらいの、まあ、あの、うん、あの、沖縄の図書か、沖縄の県立美術館でね、講演会もとかね、するようなトークショーもするような方で、とにかく、まあ、そういう意味では結構ね、あの、認知されてる方だったんですけれども、ただ、あの、あんまりこの、作家として売れたいとか、そういう欲を出,出さない人だなというふうに思って、 っって思ったんですよで実際にね、まあ、今現在も、和桶勲さんという方が、なんかあの、例えばこう、今、沖縄でものすごいベストテラーの本を出してるかとか、とっても有名人かっていうと、そういうわけではないんですけれども、こういう方こそね、本当は、とっても大事な存在なんじゃないかなって、僕はずっと思ってたんですよ。だからすごいですね、こんなこと言うと、あのな,んなんていうのか、ちょっとこう語弊があるかもしれませんけども、僕は、 そういう和オケさんみたいな方と自分も成長したいなっていうふうに思ったんですね。だからあの、まあ、前もですね、おとも友達100人できぬから論争みたいな話しましたけれども、僕もまあ、例えばお客さんでありながら友人であるというね、和オケイサオさんっていう方がいまして、そういう方をですね、やっぱりこれからの時代ですね、大事にしていこう。 っていうふうに僕は思うんですね。おそらく、あの、それぞれの街とか、えー、皆さんにもですね、とっても素敵なお客さんとかね、えー、こう、がいると思うんですよ。この街に。またこの方見に来てるよとかね、この方買いに来たよとか、そういう方が。 っていうのはです、ね、僕が、僕らが思う以上にとっても素敵な存在なんだよっていうのをせ、ね、噛み締めて、なんかこう僕もこ、この動画とかライブとか頑張っていこうと思ってですね、和和慶さんさんのこと、こういうお客さんがいますよっていうのことをですね、取り上げたくなってですね、今、ゆんたくしました。ちょっと噛み噛みになりそうで今頑張ってますけれどもね。ですのでね、皆さん、なんかそういうお客さんをあがめろっていうわけじゃなくてですね、あの、ぜひ、 こういうお客さんがいるっていうことを自分が自信に持って誇りに思いつつですね、一生懸命頑張っていこうや、というね、えー、いう思いを込めて、和オ勲さんが凄みを増してきたっていうことをですね、誘拓しました。まあ、それぞれの街にこう,こういうね、ヒーローっていうか、あの、影の存在、影の本当にすごい存在がいるっていうので、大事にしていこうね、と思って誘拓しました。ということで、和オさんこれ見てるかどうかわかりませんけども、一生懸命ワオケさんのことを熱唱しましたよということで、今日も一日、 サラバンジー。